今回は、前回の、トレーニング、平地で、ランニングフォームをこう見たりだとか、あるいはちょっと段差のところで体の使い方ね、股関節の引き込みだったり、大臀筋ハムストリングスを優先的に使うなんてちょっと動きをやったんだけど、前回どうでした？そうですね、あまり使わらないところを使ったっていう感覚です、うん、そう、意識しないと普段こうね、そこまで考えて運動してるってなかなかこうないと思うんで、はい、まあ、新たな発見なんかもあったと思います、はい、で、今回はですね、実際にこうスロープだったり、あるいはちょっと不整地、なんかを使ってトレイルランニングの、まあ、特徴的な部分でもある上り下りを実際に走ってみると、で走る中で、どんなところにポイントを置くと、走りやすかったりね、故障支障なくいけますよなんていうところのアドバイスをしながらやってみたいと思います、はい、坂道を実際にこう走るというようなところでやっていきたいと思うんだけど、平地と違って、傾斜がついているので、一歩踏み出した時にはまっすぐつけずに脚部は必ず曲がって設置します。でこの時に膝が入り込んで起きるっていうような現象、あるいはリーチアウトって言って膝下がプルンって前に振り出してからついてよっこいしょって自分で送り出すような動作、起きないような感じで進んでみる。次、リーチアウト、膝下が前に振り出すような動作にしてしまうことによって設置時間が長くなりすぎちゃうっていう動き。下りはいかに体の衝撃をうまく緩和させるかっていうことと、あとはやっぱり下りでスピードが出るのでどうしても怖くなって体がこう引け気味です。で視野を本当は高いところの方が余裕を持っていけるのに、スピード感出てくるとどうしても近くでこう見たい気持ちになってどん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 腰って引くつけてくるので、この腰がいつも前に出てくるよ。で前に出るんだけど出たスピードを前でこうやって止めるような動きが出すぎると全部その衝撃が、筋腱に来たり、あるいは内臓にこう加わって下り走ってる間に、内臓をやられるっていうことが出てくるので、うまく地面に対してこうタッチする、このタッチ感っていうのはちょっと覚えてみましょう、はい、まあ、今はここねアスファルトの、フラットな接地面なんで比較的簡単ではあるんですけど、前後の安定感もそうなんだけど左右の安定感も欲しい。で左右の安定感っていうのは一本の線上を進んでいるような感覚だとやっぱり、足元の揺れは頭上に行くとかなり大きな揺れになってしまうので、まあ、安定感を出したい時にはなるべくこのスタンスを少し広めに取る。で膝の間に握り拳1個分入るぐらいのスペースは常に、持っておく。でこれがどんどん狭くなっていって足元をこう取りに行くようなこう伸ばすような動作をすると伸ばした時に足の構造上小指側がちょっとこう内側に入るので設置した時に捻挫を誘発しやすい。なので自分の骨盤と膝の方向、つま先の方向を揃えるようにして前に進める感覚っていうのを取っておくといいと思います。いつもトンってした時に誘脚、ついてない方の足をいつも一緒にこう連れてきてあげるようなイメージで動かして、はい、常に足を挟み込む、挟
挟み込むっていう動作。こんな感じのを、ベースにやってみましょうか。はい、じゃあちょっと今度は不整地の方へ移動してやってみたいと思います。はい、はい、じゃあさっきあみちゃんに、坂道を使って基本的なね体の使い方、平行移動の時のランニングだったりウォークのフォームに対して、上り坂下り坂でちょっと、意識しておけばいいかななんていう話をして、今ちょっと不整地に移動してきました。で今度はちょっとね凹凸があったり地面の感覚がね動くっていうことが出てきたりして、安定感がこうなかったりしてくるんですけど、まあ、この中でじゃあちょっと上ったり降りたりっていうのをやっていきます。まずは上り坂を歩いてみましょう。どうですか？ OK、OK、はい。で、地面の感覚を察知しながら体を進めてるとどうしてもピッチ、回転が遅くなります。なので自分のリズムをしっかり作っておいて、ピッチがこういう山なりのゆっくりの大きいリズムにならないように、軸感がこうペコペコ変わらないような感じでしっかりリズムを作って進んでみましょう。膝下の動きはあまり出さずに、膝の位置を起点に体の上が前方に進んでいくような感覚で、今度は下りで、はい、で下りはさっきのアスファルトの足元のこのはっきりした感覚とは違って、はい、やっぱりちょっとぐらつきがあったり凹凸があったりするので、ブレーキをかけるようなこういう突っ張るような動きがあると本当に捻挫をしたりとか、あとはそのブレを修正するのに足を使いすぎてしまったりするので、とにかく頭とくるぶしの位置を揃える、そして誘脚をしっかり引きつける、この動作を基本に。今、こう降りていくときにこういう感じになってるので、重心がその分前にこう移動するから、その分太もも前側でこう受けるような感覚になってる。なのでこういう姿勢、足を後ろに持ってくる分重心前にしなきゃ釣り合いが取れなくなっちゃうので、頭の位置をちょっと引っ込める代わりに股関節を少し折りたたんであげる。そうそうそう、そうするとここでこういう入れ替えるような動作になります。悪くないですよ、はい、体幹をギュッてこう固めることなくリラックスしながら、下りも何かあった時に止まっても安定してる、流れの中で撮った写真も止まった時の写真も同じようなシルエットになることが大事かな。上りも下りも何か特別なことをするわけでなく、自分の持ち出しの力とそれに加えて推進力だったり、この地面からの反発、そういうものをうまく利用しながら動き続ける。いいですよ。変に上りだからといって力んだり、逆に下りだからといってブレーキをかけたりっていう感覚をなるべくこう減らしていく。いや、いいんじゃないですか。今度は山へ繰り出してみて、はい、じゃあ今の感覚がどのくらい出せるかっていうのを今度ちょっとやってみましょう。はい、はい、今日は合格です。